ャカランタの花を見に熱海へ行ってきました。遊歩道を歩き始めるとまず開口図が迎えてくれました。熱海のシンボル、お宮の松公園にもジャカランタは植えられています。ジャカランタは世界三大花木の一つと言われ、ポルトガルから贈られたものです。まだつぼみの木もありましたが、小さな藤色の花がこぼれるように咲いていました。海岸沿いに106本が植えられています。このつぼみも間もなく開き、南国の情緒を漂わせてくれることでしょう。つれづれ日記、2016年6月10日をご覧ください。